人民元、人民元は、中華人民共和国の中央銀行である、中国人民銀行が発行している通貨である、人民兵、人民兵のことである。略語は人民元、または ISO4217 での通貨コードの中国人民元、通貨数量の前に、円、円記号を用いる。なお、香港特別行政区と、マカオ特別行政区では、 それぞれ独自の通貨単位である、香港ドル及びマカパタカが発行されている。実際に発行、流通する紙幣には、と単位表記されている。2は、発音が同じ、で格数の少ない、元を当てるのが習慣となっているため、人民元と呼ばれる。ISO コードの中国人民元は、の略であり、そこから、中国元とも呼ばれている。 中国王朝の元は表記も発音も同じであるものの無関係である。中国語では貨幣の単位を話し言葉と書き言葉とで使い分け、口語では元をクアイと呼ぶ。塊は元々銀塊が通貨として使われたことに由来する。内モンゴル自治区などではモンゴル語でと呼ばれているが、モンゴル国のトゥグルグとの混同を避けてが一般的に使われている。元の補助単位は 角、分が使われ、一元イコール十角イコール百分である。角は、交互では、けであり、少ない数量を示す、合が、けと略されたものである。関東語では、今も、合と呼び、香港とマカオでは、合は、香港ドル、マドカとマカオパタカ、マドカのそれぞれ一、十を表す公式通貨単位となっている。1994年までは、 人民元とは別に外貨に交換できる打艦元が発行されていた。中華人民共和国による人民元導入前の中国の通貨の歴史について中国共産党はその支配地域解放区では独自通貨を発行していた。その方がは第一次国境合作時代に共産党参加の農民協会が経営する信用合作者が出した。 流通権や1928年4月に聖光山一帯で出れた通貨であると考えられているが、1931年11月に成立した中華ソビエト共和国の制度が中華人民共和国成立以前の基本的な通貨制度であったと考えられている。中華ソビエト共和国以来、共産党開放区は広範なまとまりを許さず、中国国民党の支配が及ばない地域に、 小さな開放区が点在し広範なまとまりを見せていなかった。そのため、地域ごとに増幣施設と通貨を出す。発見銀行、ソビエト銀行、ソビエト政府農耕銀行が存在して、それぞれが独自の通貨を発行していた。中華ソビエト共和国では一元二角銀貨、五分一部五百分二百分銅貨、一元五角、二角、一角、五分紙幣及び銅元表。 柔道元、聖戦票、一騎士三騎士などが通用していた。これは、1935年の調整後の演案、戦艦令変区においても大きな変化はなかった。その後、日中戦争における抗日闘争を通じて、変区と呼ばれた共産党の解放区が拡大するにつれて、従来の制度の延長上に貨幣制度が編成された。すなわち、新たに変単位で、 発見銀行である変区銀行が設置され、変区銀行及び共産党主導で設置された、商社、商店のうち特に許可を与えた者が、兵、編商、公兵と呼ばれる紙兵を発行して、当該変区内にて通用させた。1938年3月20日に五大山を中心とする審査式変区で最初に変兵が発行されて、以後、 各地の変革で発行され最盛期には20種類以上の編兵が発行された。これは、小解石政権及び王朝名政権に対する経済面からの構成と位置づけられ、事実共産党変革の拡大とともに流通量が増加しいった。ところが、国境内戦の過程で各地にあった変革同士が接する事例が増加し、国民政府、 小解析政権の禁煙権のみならず複数の変兵が混在するようになった。この事態に対して共産党は変区銀行の統合による発見銀行の統一及び変兵に代わる新通貨の発行を図った。これが人民元である。1948年12月1日、当時共産党の支配下にあった石化層に 中国人民銀行が開業、初代人民元紙幣が発行された。額面は1元から最大5万元まで62種類あった。5万元という大きい額面が必要だったのは、建国前のハイパーインフレーションの影響で、高い物価上昇率が続いていたからである。当時の責任者、後に初代協調、南関心は、人民幣の発行制度は貴金属及び外貨を基礎と、 するものではなく、解放区人民の求める穀物、綿布、その他生産手段及び生産によって裏付けられていると述べ、社会主義経済の円滑な運用によって生み出される信用を基盤とする新たな管理通貨制度の創出を宣言した。この後人民元の開始は思わぬ形で困難をきたした。当初、共産党や中国人民銀行は国境内戦の長期化を予想して、 現在共産党が把握している下北、加東、西北の偏平を整理して統一した通貨体系にすることを目標とし、中国人民銀行が発足する以前の同年1月より、偏平の廃止や核偏平の相互通用措置が行われ、徐々に1元5元10元20元50元100元の6種による人民元に切り替える予定であった。ところが、この頃より、 共産党軍の構成が本格化して、予想以上に共産党勢力の拡大が進み、国民政府の禁煙権の回収問題が浮上してきたのである。そのため、一元五元などの小学通貨は当面、発行、延期、1949年1月に発行開始して、従来の変兵の維持を迫られることになった。各地の変兵は1949年1月から、 改修と人民兵の交換が行われ、1951年11月の新教商をもってほぼ完了した。また、金円券の改修も1949年5月の上海占領以後本格化した。また、外貨や金銀は流通が停止され、前社は皇定比較で人民元と交換するか、人民銀行の外貨預金にすることが義務付けられ、 後者は民間所有こそ許されたものの取引に用いることや、輸出は禁じら、輸入や国内移動も許可制とされた。人民元の開始からほぼ2年で本土における人民元の一本化に成功したのである。だが、内戦とその後の中華人民共和国建設への急展開によって人民元は安定せ、1949年の1年間で物価は75倍となった。 だが、1950年3月に中国本土における国民政府軍の抵抗が終了し、また同月に国家財政収支、重要物資受給、国家機関現金収支の3つの並行を目指す平ら政策が開始されて、価格などの価値基準であるオリジ単位や国民が許可なく一定額以上の現金を保有することを禁じる余剰分は、 人民銀行に預金として預けることが許される現金管理制度などが入りされた。これによってインフレーションは収束傾向に向かったが、インフレ以前の価格に戻るには至らず、1950年には1万円、1953年には5万円が発行された。1955年3月に2代目人民円が、紙幣が発行された。物価が安定してきたため、 新紙幣発行に伴いデノミネーションを実行した。二代目人民元は、初代人民元1万元を二代目人民元1元と、する比率で、紙幣の額面も1分、0.01元から最大10元までと、した。デノミネーションにより、国内の物価表記は、日中戦争前の1937年に戻った、格好となった。 計画経済体制のもとは、外貨取引はすべて政府が手がけていた。この時の中国は、外貨を借りず外国投資を受け入れない、独立自主、自力構成の方針で経済を運営した。限られた貿易取引は、政府による全面的な計画貿易で、貿易損失補填を含め外貨は政府による集中管理だった。人民元は、 1955年から1971年まで1米ドルイコール2.4618元に固定されていた。ニクソンショックでブレトンウッズ協定の崩壊後、多くの国々は変動相場制に切り替え、中国も米ドル価値の低下による悪影響を防ぐため、1973年に米ドルペック制から通貨バスケット制に移行した。改革開放によって、 海外から中国に来る華僑と外国人観光客が増えた。中国はこれらの華僑と外国人向けの外貨、打貫券制度を導入した。打貫券は人民元の価値で表示するが、外貨との間で自由に交換できる機能を持っていた。一般人民元は外貨と交換できなかった。外国人は外貨を打貫券に交換し、 使い切れなかった場合、外貨に交換し戻すことができた。1981年に中国が確立した人民元為替わせ制度は、これまでの肯定レートに貿易決済内部レートを新設して並させる二重相場制だった。肯定レートが1米ドルイコール1.5元の水準にあったのに対し、貿易決済内部レートは貿易の状況に応じて1米ドルイコール2.8元の 水準に決められた。参考にしたのは貿易購買力陛下の理論だった。実際の国際貿易で取引される商品の国内外価格を比較して決定した。当時の国際貿易で取引される平均外ため交換コストを用いて企業に十パーセントの利益を加えて調整した結果、貿易決済内ブレートは一米ドルイコール二点八元とした。九百八十四年、 中国では物価制度を見直した。それまでの計画経済時代は国内の物価はすべて物価局によって定められていたのを市場経済に転換したことで改革が必要となった。同年発表の中国共産党中央経済体制改革に関する決定により物価制度改革がスタートを切った。その一環として1985年1月1日に 中国は二重相場制をの廃止を発表し、人民元化ワセレートを一本化した。工定レートはそれまでの貿易決済内部レート1米ドルイコール2.8元に設定した。その後、人民元化ワセレートは輸出が痛め交換コストの上昇につれて段階的に切り下げられていった。1993年末には1米ドルイコール5.8元となった。一方、 1980年からスタートした貿易に伴う企業間の外為調整センターが誕生し、その後各地で外為調整センターが設立された。1998年に中国は再び二重相場制に入った。それは外為調整センターでの取引レートと工定レートの二重相場だった。2005年7月21日に中国政府が 通貨制度改革の実施を発表した。新しい人民元通貨制度は市場経済を基礎に通貨バスケットを参考に調整する管理変動相場制だと発表した。1998年以来続いた人民元の対米ドル固定相場制に終止符が打たれた。新制度への移行は人民元の対米ドルレートを1米ドルイコール8.26元から1米ドル8.11元へ。 約2%を切り上げた。人民元は、その後、毎日一定の幅で変動することになった。この時発表された、新制度は、通貨バスケットを参考に調整する点で、特徴的であり、人民元を米ドル1通貨だけでなく、複数の通貨からなるバスケットに連動させるものである。人民元対米ドルの変化率を計算するには、各バスケットにおける、 各通貨の比重をかける。通貨バスケットの中身は公表されていない。しかし、周小戦総裁が2005年8月10日に行った演説でバスケットの中身について言及したものがある。それによると、バスケット通貨の選定に関する基本原則は、中国の国際形状収支の主要相手国、地域の通貨を考慮し、貿易収支の比重によって、 通貨の種類と割合を決定するとされる。さらに、米ドル、ユーロ、円、ウォンがバスケットの主要構成通貨で、シンガポールドル、A ポンド、マレーシアリンギ、ロシアルーブル、オーストラリアドル、ダイバーツ、カナダドルも重要であり、かつ、貿易総額100億ドル以上の相手国通貨も無視、できないと述べた。純粋な通貨バスケット制をとっているのであれば、理論上は、 人民円の上昇、加工は各バスケット通貨の台米ドル変化の比重平均によることになるが、中国人民銀行が発表した新通貨制度は、あくまでも通貨バスケットを参考に調整するというリスオーバー制であり、当局の判断で調整することを意味する。人民円だけの貿易決済は認められていなかったが、2009年7月、 中国人民銀行など政府関連独機関が交付した小坂貿易人民兵決算支店管理弁法に基づいて香港、マカオやアセアン諸国などの一部の国の企業と許可を受けた中国企業間における人民元立て貿易決済が試験的に開始された。2014年6月、中国人民銀行は 本土と人民元の直接取引の開始を発表した。直接取引は、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、日本円、米ドルに次いで5通貨目となる。世界第2位の経済規模となった中国は、2015年頃、人民元決済を広げようとする動きを見せ始めた。2015年11月に、国際通貨基金 IMF は、5年に一度の特別引き出権、 スペシャルドレイングライト SDR の構成通貨の見直し時期を迎えた。特別引き出券とは、IMF 加盟国に出資額に応じて割り当てられ、通貨危機などの緊急時に引き換えて外貨を引き出せる仕組みである。2015年10月までの時点では、米ドル、日本円、ユーロ、A ポンドの相場で価値が決まるが、人民元がこれに加われば、 人民元の通貨としての信用が高まり、同時に元の国際化にも弾みがつく。中国は2010年の特別引出権検討の際に人民元が公正から見送られた経緯があり、これに向けて総力を挙げてきた。まず2015年8月、中国は元の対米ドルの基準値を前日終わり値を重視して決めるように制度変更し、 人民元の実質的な切り下げを行った。同年9月、李克強首相は、大連での国際会議で、中国は、特別引出権の構成通貨への加入を望んでいる。これは、人民元を徐々に国際化するためだけでなく、発展途上国の大国として担うべき、国際的責任を果たすためである。と述べた。これに対し、普通英両国の財務担当閣僚が、相次いで、 北京入りし、人民元の特別引き出権の構成通貨り例の指示を表明した。IMF も、上述制度変更を中国が基準を満たすための必要なステップを踏むこと、最も重要だとして評価した。これに対し、日本と米国は慎重姿勢であり、特に2015年の人民元の切り下げに関して、留財務長官は、米紙への寄稿で、 最近の為替政策の急激な変更で人民元は対米ドルで3%下落し世界の金融市場の混乱を招いたとして釘を刺し日本の麻生太郎財務大臣権金融担当大臣も会見で人民元が国際通貨になることは決して悪くないしつつ突然政府が介入するというようなことをやっている間は大丈夫かということになると苦言を呈した 2015年10月27日朝日新聞有観の報道によると IMF 関係者が同年同月26日一連の中国当局による人民現自由化の動きはポジティブだ。最終判断は理事会で決まるが採用の方向になるだろうと話したとされる。IMF 報道官も意思決定はされていないとしつつスタッフが来月の理事会に向けた 報告書の最終調整をしていとコメントしたともされ特別引き出権の公正通貨に人民元が採用される見通しとなったと報じた。この背景には、かつての中国が抱えていた、為替レートや金利、資本取引をめぐる規制の多さという問題の解消が挙げられる。2015年10月23日預金金利の上限規則を撤廃すると発表し、 完全自由化を目指していることを国際社会へ改革姿勢をアピールしたことなどが評価されたとされる。欧州などが賛成する中、米国のルー財務長官も支持に回り、日本の麻生財務省も容認に傾いた。11月13日 IMF は人民円の SDR への採用を妥当とした報告書を理事会に提出した。中国人民銀行は翌11月14日に、 SDR に人民元が加われば、SDR の魅力が高まり、世界と中国双方に利益になるとの談話を発表した。11月30日の IMF 理事会は、SDR 採用を決定、関係筋は全会一致としており、かつて慎重派だった日米政府も歓迎を表明した。十一月三十日、IMF 理事会は二千十六年十月からの、 SDR の構成通貨に人民元を加えることを正式に決めた。SDR の価値を計算する際の構成費については、米ドル41.73%、ユーロ30.93%、人民元10.92%、日本円8.33%、A ポンド8.09%とした。SDR は市場で取引されているものではなく、 実際の為替市場への影響は少ないと見られている。ラガルド専務理事、同日、世界の金融システムに中国経済を融合する上で重要な一律化だと指摘した。中国の過去数年の金融改革を評価した上で、さらなる改革を求めた。今回の決定は、象徴的な意味合いが大きいが、IMF からお墨付きが得られたことで、人民元の利用が広がる。 可能性がある。SDR 構成通貨入りの条件としては、その通貨を持つ国や地域の輸出額の大きさと通貨が自由に取引できるかどうかの二つが判断基準である。世界最大の貿易額を誇る中国は輸出額の条件は5年前にクリアしており、取引の自由度についても今回の見直し期には基準を満たしたと判断された。ただ、中国は 投資目的などでは国境を越えた人民元のやり取りを現在でも規制しており完全に自由に使える通貨とは言えない面もある。構成費に関してドル、ユーロに次ぐ第3の通貨の地位を認められたのは IMF が輸出の規模や各国が持つ外貨準備に加え為替市場での取引額なども考慮したからである。貿易などで使われる割合の順位で 人民元は急上昇している。銀行間のネットワークを運営する国際銀行間通信協会 SWIFT によると人民元は2010年は割合の順位が35位であり割合もわずか0.03%に過ぎなかったのが2015年8月になると順位にして4位割合にして2%となっていた。 中国人民銀行は2015年12月23日人民元の国際化を加速させる目的で人民元取引が増えているヨーロッパの金融機関に配慮して2016年1月4日より人民元取引時間をそれまでの7時間から14時間に倍増させると発表した上海での外国為替市場での人民元取引の終了時間はそれまでは午後4時半であったが 午後11時半に繰り下げるとした。1999年10月1日より建国50周年を記念し、第5版セットの発行が始まり、その後2005年8月31日より第5版改訂版の発行が始まっている。また、偽造紙幣の多い百元紙幣のみ2015年11月12日から2回目の改訂版が発行された。 ユーリオン模様を導入するなど、第4版に比べ、偽造対策と耐久性の向上が図られている。最高額紙幣は100元であり、高額紙幣がないことも、中国で電子マネーが急速に普及した一因の一つである。デザインは、アラビア数字が用いられ、中央の関数字表記の背景に、中国でよく使われる花の図案化、表面にすべて毛沢東の肖像画を使用。 理面には、モンゴル文字、モンゴル語、チベット文字、チベット語、アラビア文字、ウイグル語、アルファベット、チワン語が表記されている。毛沢東の肖像が単独で、用いられたのは第五版からであり、それ以前の第四版は、満州族、モンゴル族、漢民族、海族、鉱山族、プイ族、朝鮮族、チワン族、チベット族、ウイグル族、イ族、トン族、 ミャオ族といった中国の少数民族の肖像が多く、毛沢東の肖像は、周恩来、流少期、朱徳と共に描かれた百元のみだった。第五版としては一元以上の六種類。ただし、現在、以前の版の小学紙幣も流通している。また、毛沢東の肖像がない記念貨幣も存在し、例えば二千年を記念した百元紙幣は、表面は、竜が描かれて、 理面中華製機団が描かれた。現在有効なのは、第5班と第4班及び、第2班の内分単位の紙幣である。第3班と第2班の内元と、各単位の紙幣は廃止されている。第1班は1953年に行われた1万分の1のデノミネーションにより廃止されている。なお、第2班の分単位の紙幣は2007年4月1日に、 市場での流通が停止となった。現在は一角以上まとまった場合に限り、指定金融機関で、角以上の紙幣との交換が可能となっている。中国人民銀行は2018年5月1日より、第4版の内五角、一角を除く紙幣、及び一角効果の流通を停止することを明らかにした。中華人民共和国では、2014年現在でも100元。 50元、20元、10元、5元の紙幣と1元のコインで偽札、偽効果が相当数流通しているが、ほとんどが最高額紙幣である100元紙幣の偽札である。100元紙幣を渡したときは、受け取り側は念入りに見て透かしなどを確認したり、手で吸ってインクが滲まないか、凹凸があるか、紙幣番号を確認する。 そのため銀行のみならず、両外省や飲食店にも、紙幣識別機を常備している。ATM でも、支払い紙幣に、偽札が出てくる場合もあり、偽札の場合は、その場を動かず ATM 空きの監視カメラに向かって、偽札申告をしなければ、摩擦と交換してもらえない。なお、気がつかずに偽札を受け取った場合、罪に問われることはないが、偽札は没収される上、 警察や銀行での保証は一切ないため、偽札があっても意に介さず、そのまま偽札を使っているのが実態である。なお、偽札と知りながらの所持、使用は比較的高額の場合、3年以下の懲役もしくは1万人民元以上10万人民元以下の罰金、もしくはこの両方が閉鎖される。二千十五年九月中旬には、広東省継州市にて、 新中国建国以来最大規模の偽札事件が公安当局に摘発された。最高額貨幣の100元札で2億1000万円、約39億8000万円分の偽札、重ねると66階建てのルに相当するが押収された。偽札印刷工場は、摘発を防ぐため別目的の工場内に密かに作られており、事務所の書棚を押すと隠し通路が現れる仕組みだった。 公衆日報によると、欧州学、容疑者、数、29人とも、1949年の新中国建国以来過去最大という、中国では2015年11月12日に、最新の偽札防止策を施した新百検札が発行されたので、偽造グループは最後の機会として、偽札をフル生産していた。 1988年に百元紙幣が登場しているが、1988年と比べて、物価は2013年時点では50倍近くのインフレーションで上昇し、経済発展に伴う物価の上昇を受けて、これまでも千元紙幣や一万元紙幣など、高額紙幣の発行が取り沙汰されてきたが、偽札による被害が増えかねないため、2016年時点で未だに実現していない。 2016年4月には北朝鮮製の偽百元札の流通が報じられた。偽札問題への対処や政府による個人情報の管理に役立つことから中華人民共和国ではアリペや微信しつけにより QR コード決済によるキャッシュレス社会が2017年から官民一体で進められている。参考ニューヨーク連邦準備銀行のフォーリーにエクスチェンジレイツ ヒストリカルサーチ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。